尾弥四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日はですね、一月ぶりになりましょうか、ゲストいらっしゃらない。5月はね、全て入ってましたけども、ね、一月、いいですよね。金玉ということでですね、はい、松下利美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。久しぶりやね。久しぶりですね、何もご無沙汰しちゃって本当に。いやー、でもね、金玉を楽しくね、楽しみにしてくださっている方もね、中にはいらっしゃるみたいでですね、このまったりした感じで今日も行きたいと思いますが、まあ、今までリクエストをいただいてですね、僕記憶にあるリクエストからいろいろね、できなかった曲からいろいろやっていきましょうと思いますが、お便りから行く？いきなり、うん、行っちゃいます。ちょっと待ってくださいね。行っちゃいます。歌から行ってもいいよ。でも全然決めてない。何から行くから、ね、ちょっと待ってくださいね。じゃあね、僕デビュー曲やろうかな。これはね、リクエスト前にね、いただいてたんですけどもね、これ東京ツナイトって41年前の曲になりますね。この曲41年立ちましたか、あっという間でしたけども、東京トナイト。
cure tonight. It's like a big chance, kitto. Tsukande miseru. Tokyo tonight. Konnya wa mou. Baby, good night, good night. Tokyo tonight. Ora no mone de. Baby, good night, good night. Tokyo tonight.Forevermore, baby, good night, good night. Tokyo tonight, ore no mune de, baby, good night, good night.はい、ということで金尾芳郎東京トゥナイトをお届けしました、はい、ということでですね、お便りいきましょうか。はい、わかりました。はい、これはですね、いいですか、呼びますか。はい、金尾さん、としみさん、鈴木さん、こんにちは。はい、こんにちは。久々の金玉ですね。今日も晴天で暑い岡山です。岡山、はい、岡山ですね。どちらさん。岡山の、これは江川さんかな。あ、江川さん、はい、ですね、ありがとうございます。江川さんですね、だいたいリアルタイムでは聞けないので、はい、鈴木さんの編集の動画はとても感謝しています。いつもありがとうございます。ありがとうございます。先週の工事おうちさんも楽しかったです。ね、工事おうちね、楽しかったです ね。あのちょうど夜音のね、あの、前の日に、前の日ブルースカーニバル夜音に、あの、出演するんで ね、はい、あの前の日に来ていた、前の日かな、前の前の日か、前の前の日ぐらいね、来ていただきましたね。はい、日本のブルースマン、歌詞もいいですね、うん。そしてシュンさんのスリーキングス、スリーキングだね、うん、お疲れ様でした。菊田俊介さんね。そうですね、はいはい。スリーキングが降臨し、シュンさんの熱いエネルギーの演奏が写真から伝わってきました、うん、なるほど。でも本当はその場に行きたかった、うん、羽があったら飛んで行きたかったです。岡山からだとね、なかなか ね、 そうですね、あれですけども、あのしゅんちゃんとかいろいろこう、ま、回る人だからね。そうなんですよ、うん、ぜひあの地元でですね、応援していただきたいと思います。はい、間の土曜日は過密なスケジュールの中、強行日帰りで小島ブルースデーに来てくれて本当に嬉しかったです。小島はあれだよね、感謝感謝です。そうなんですよ、あの間にね3日間、うん、真ん中の日に日、あの小島ブルースデーに行って、また今度次の日がハイダウェイだったっていうように強行なスケジュールで、うん、あ、そうだったね。そうなんです。じゃあ大変だったんだ、ね、ブルースね、ブルースデーも3年ぶりの再会と生ライブ、うん、ハッピーな気持ちがしばらく体中に充満していました。やっぱり生ライブ最高。今年さんのブルースハープも、素敵でしたよ。あ、じゃあ今年さんも行ってたんですね、ハープのね。音楽が好きな仲間が集まって心が一つになって楽しみました。遠方からお越しの方もいらっしゃって、やっぱりしゅんさんはすごい。たくさんの素晴らしいファンに支えられているんですね。私にも声をかけてくださって新しい出会いをいただきました。感謝です。中古レコード店の閉店セールで救出したマーティのレコードファーストアルバムを持って行き、お約束のサインもしてもらいました。マーティブレーシー、ね、ベイビーを産む前のお腹ね、今はお腹が出ているからと笑わせてくれました。マーティーね、マーティーお腹ちょっとここと面白い。マーティブレーシーがね、あのこの間来た時に ね、あの結構飲んだんですよ前回ね前回飲みましたね。面白いですよね、マーティーさんもね、本当日本人同い年なのよ。あ、そうなんですよ。そうみんな元気なね、みんな元気な馬年。短い限られた時間だったので十分なおもてなしができなかったことが残念でした。また来年も来てくださるそうです。よかったら金尾さん、はいはい、としみさん、はい、鈴木さんもご一緒にどうぞお越しください。ねえ、
遠くに行けない私ですが、うん、今の自分にできることはこれからずっとしゅんさんも岡山で精一杯サポートすることです、うん、ありがとうございます。菊田俊介さんのファンの方ですね。そうですね、リクエストございます、はい、風の中で立て、はい、Still I Love You お願いします。マジすか。でも何でもいいです。今日はあんまり予約っていうか予報じゃないです。予言してなかった ね。でも何でもいいですって書いてますよ。ちょっと来ちゃったけどね。何でもいいですって。でもあ、そうですか、ありがとうございます、はい、季節の変わり目皆さんご自愛ください。笑顔さん、うん、ありがとうございます。笑顔さんありがとうございます、ね、あの音楽魂もね結構ファンになっていただいて、ありがとうございます。あのそうですね、あのまあ割と適当にねやっておりますが、台本もなくね適当と言ってもね、うん、ちゃんと真面目な番組でございますので。いやいや、まあ、うん、普通ねスポンサーの方もいらっしゃいますからね。基本的にはほら CD をかけないから。そうですね、そうだからこの番組で CD 生歌を歌わなかった人も過去にいらっしゃいますよ。おお、ルイズ・リス・カベさん。あ、壁さんはね CD だけ。へー、うん、あのアルバムのご紹介っていう、はいはい、か壁さんほら歌う方じゃないので。そうですね、うん、だから確かそれとあと誰かそれぐらいかな、うん、ですよ、うん、うんうん、そうかもしれないですね、うん、まあこういう生歌を歌う番組っていうのはそういう、まあ15年前はそんなに多くなくて珍しいですよね、うん、でもっとさゲストが豪華ですよね、この昼間からね。そうね、うん、ゲストあのねいろんな方とのね、これよくね聞かれるんだけども、例えば笑っていいと思うの、あのタモノイさんの番組あったじゃないですか、はいはい、ああいう風にあの人がゲストの方お呼びして、はいはい、その方のご紹介っていうわけじゃないのよ。あ、まあね、はいはい、そうそうね、そういうわけじゃないんだけども、面白いけどもそれはもうタモリさんがずっとやってたからさ、うん、同じようなことしちゃダメよ、うん、そうね、であと普通にさあのお話しして、うん、ちょっと CD を紹介してグルメの話したってつまんないじゃんそうですね、そういっぱいあるじゃんそういうのもうそういうのはやめようっていう話で、うん、だからその基本的には音楽を長く続けてる方のご紹介、うん、でそういうあの、まあ、横浜であの知り合った例えばエディ・バーンさんとか、はい、壁さんとかその時横浜にいてよくたまに飲んでたりしたからご紹介したんですけど、まあ、それが基本だよね、うん、ただそういうことでまあ始めたんですけどもね、あのどういうわけかそのゲストの方がのご紹介っていうのももちろんあるんだけども、うんうん、はい、それからだんだんこうやっぱ広がっていく、はい、うん、だからでリピーターの方も多いのね。そうですね、うん、あのキャラの内海さんもそうだし、はい、まあ、新井武さんもあの、ね、何度もお見えになって吉田よし子さんとか、はい、そういう方たちがほらその時話せなかったこととかもうちょっとこうしたかったっていうのを実はその本番終わってお話をしてたのよ。はいはい、それを覚えといて、で次回そっから始めろっていうね。なるほどね。でコマーシャル入れないじゃない。そうですね、それも一つ特徴なのよ、はい、普通あの絶対その要するにコミュニティ FM っていうのは、はい、スポンサーコマーシャル途中入るから。そうですよね、コマーシャル入らない番組ってないのよ、うん、でもコマーシャル入れちゃうと、うん、その人の流れがさそこで途絶えちゃうじゃん。うん、そうですね、だからそれもできるだけ入れないようにして、うん、って考えたら俺喋りがすごい嫌なのね、苦手な方で。そうは見えないけどね鼻で笑うなよみたいないや結構いや本当苦手なのよ、うん、だからライブでもねすごい嫌なんだよね、うん、井上陽水さんもそんな感じだけど面白いよね、うん、そうですね、陽水さんも喋りあんまり好きじゃないっていう、うん、あ、そうなんですか。そうでもすごいそれがその喋り方が面白かったりするじゃん、うん、面白いですね。だからやっぱそれぞれのアナウンサーじゃないんだから喋、うん、りが俺も最初の頃さ喋りが全然ダメだなって言われてたわけあるスポンサーから、うん、でそれスポンサーになってくれなかったけど大企業だったのよ。へ大企業が歌はまあそこそこねあの自分で言うのもなんですけどいや歌はまあまあそこそこなんだけど喋りが全然ダメだねってあ、まあ、それで、うん、その一言吐かれてスポンサーついてくれなかった。お、うん、そういうね辛い思いもしたことあります今だったら大丈夫かもしれないですよえ
いやいやいや、もうこっちが嫌だそうそう、そうすると重くなっちゃうやんわけだ、大きな企業になるとまあね、 CM を挟まないとダメになっちゃう、うん、まあそうですよね、そう、うん、そういうことを言われるじゃん、うん、でもそれも嫌だし、うん、でしたいようにしたいわけよ、もう残りの人生残りの人生来ました、いや、ね、はい、お便りすいません、お便りいきますよ、おしゃべり好きじゃないですか、あ、ごめん、いや好きじゃないの、皆さんこんにちは、そちらは今週も雨みたいですが、え、これいつのかな、え、6月3日ですよね、うん、え、雨なの、こちらは今週もよく晴れた、だんだんね、あの雨になってくる、こっちもね、雨になるんだよ、いやだ本当に、今日の夜ぐらいからね、昼過ぎぐらい、いや昼からもうなんか雷マークついてる、先週のゲストの工事おうち、はい、変わらず良かったですね、あ、これ博多のミキさん、ミキさんですね、いつもありがとうね、日比谷ヤオンも天気が良くて成功してみたいで、誰が誰が、え、日比谷ヤオン、ね、天気が良くて成功して、はい、あの日は暑かったですよね、うん、でもね、ヤオンすごかったみたいね、良かったね、10年ぶりらしいですけど、行けなかったんだけど、ね、俺も昔ね一回日比谷ヤオンでやったことあるのよ、すごい、あのね、それはね、すごいっていうか、確かにあのなんか新人というか、もう新人よりも年食ってたけど、おそらく徳間に俺 CBS から移った頃にさ、あのなんかソニー系列の番ユニコーンとか出てたの、奥田民生さんのね、ユニコーンとか俺たちとか、あと横山なんとかさん、横山なんとかさん、あのちょっと忘れちゃったけど、まあ、あとバンドとかいくつかね出てやったことはある、でも気持ちがいいよね、外ね、外が、私はヤオンって1回だけ見に行ったかな、マッドネスっていうバンド、昔古いな、古いなマッドネス、古いホンダのなんかコマーションしてた、うん、してたね、ちょっとちびたい、うん、ちびちゃい、海外のバンドだって、そう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 、あ、まあいいか、すいません、うん、ごめんなさい、あ、ごめんごめん、そして、今週は、はい、ゲストなしの金玉ですね、この間残念ながらお会いできなかった桜田さんのギターも楽しみです、あ、はい、そうです、ミキさんいらしたんですね、来たんだよね、あ、そうです、ね、またも自分の話で申し訳ないのですが、うん、経過報告、うん、やっぱ質の良い睡眠に、勝てる療養がないようでして、うん、一昨日まで あった胸の痛みがぐっすり眠れた、うん、ぐっすり眠れた朝にほとんど消えてました、とはいえ昨日はよく眠れず失敗しましたし、うん、無理せず回復していくつもりですけど、うん、皆様も手洗いとうがい、うん、睡眠はしっかりされてくださいね、はい、リクエスト、うん、雨と聞いたらこれでしょう、Breaking in the rain ですが、いつも通り何でも OK です、ちょっと今日は、ね、今日想像してなかったな、外れですね、今日今日は風の中も来たでしょ、はい、風の中も来た、カナオさん、はい、明日の南林間での久しぶりのバンドスタイルのライブ、ありがとう、楽しんでくださいます、ありがとう、これね、いつも忘れるから、よくミクリ君がね言ってくれるんだよね、明日ライブだよ、明日ライブ南連歌ハイダウェイっていうところでね、あの桜田君たちもたまにやるでしょ、あ、やりますね、あ、最近あんまりやってないですけど、そうなのか、うん、コロナになってからあんまりやってない、空いてないです、そうかそうか、でもう一度決まった、うん、まあ明日やりますね、うん、あの結構ね今回予約もバッチリ入ってるんで、明日はね、うん、結構あのいろんな方が来ていらっしゃる、うん、来ていただけますね、もう一つね続いておりますね、かなおさん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、こんにちは、はい、清水です、はい、清水かよこさん、はい、あ、久しぶり、今日は暑いですね、うん、久しぶりの金玉、うん、たくさん歌ってたくさん話してリスナーのみんなにバケツのカニパワーを送ってくださいバケツのカニって俺僕の母が僕のことが落ち着きがないから、ね、落ち着きがないあんたバケツのカニみたいやねってね、ガサ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 ゴソゴソね、うん、皆さん体調はいかがですか、うん、私は2回目の定期検診もなんとかクリアしました、あ、よかったね、病に苦しんでる人たくさんいらっしゃると思います、うん、そんな方もかなおよしろうの音楽魂を聞いて何かを感じ前向きになれたら嬉しいですね、うん、はい、放送を長く続けてこられいろいろな思い出やハプニングがあったと思います、うん、はい、そんなお話も聞きたいですね、うん、それからこれからの目標も、うん、リクエストはかなおさん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、うん、それぞれのお気に入りを聞きたいです、かなおさんの曲の中で、なるほど、かっこね、もちろんねライブにも足を運べるように元気になりますよ、1時間楽しみにしています、うん、清水佳代子より、ちなみに私はかなおさんの曲は全て一番です、はい、ありがとうございます、ね、佳代子さんね、愛してるよ、ありがとうございます、ね、会いたいね、また ね、じゃあドリンキングレインが行こうか、あ、ね、行きますかね、
はい、ということでドリンキングインザレイン博多のミキさんのリクエストに答えしました。嬉しそうな感じで、いや戸惑ってよかったなと思ってよね。まあこうやってっていうかなんか練習したりしないからね。そうですね、うん、時間ないし、もう本番もうほとんどぶつけ本番だよね。そうそう、メールがねこっち、メール来ましたか。来ました、はい、こんにちは、はい、ペンネームマリトモモコ、ももこちゃん、はいはい、ももちゃんよりね、加納さん、としみさん、桜田さん、はい、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。今日は待ちに待った金玉ですね。加納さんの熱い生歌楽しみにしております、うん、リクエストはオンユアサイドをお願いします。はい、ありがとうございます、リクエスト本当にねたくさんいただいてですね、本当にありがたいことですよね。はい、続いていきますか。はい、はい、アトランタ、アトランタ、はい、これは秘書、師範、アトランタですか。高橋さん、加納さん、松下さん、鈴木さん、こんにちは。そして桜田さん、ありがとうございます。いつも桜田さん、お久しぶりございます。お久しぶりです。ご無沙汰してます。1ヶ月ぶりの金玉ですね。そうですね、はい、ゲスト会も楽しいですが、やはり音楽魂はライブ感とまったり感がうまい塩梅に同居している金玉ですね、うん、アメリカでは小中学校、きっと高校も先週から夏休みに突入し、名実ともに夏が始まっております。早いねやっぱりね、ね、うん、今日の武蔵小杉ははっきりしないお天気のようですが、はいはい、最近あまり演奏のチャンスがない不良中年のすすめを。おお、不良中年来ましたか。雨雲を吹き飛ばしてください。はい、はい、ありがとうございます。最近神がかっていると公言されているカナオさん、はいはいはい、もしかしてこのリクエストも予言されていましたか。予言されてましたね。知ってましたね。これは予言されてましたね。あ、本当、うん、あのね、マジでちょっと人の心が見えるようになってきたの、だんだんすごい、ツトムさん、ツトムさんだけじゃなくてあしかし、しかし、すごいね。今日でもあの今日、はい、あの1個目のヒットなんで、あ、本当、ちゃんと用意してあります。今日は1個だけだね、はい、今日は1個だけ、今のところ、ね、今のところね、うん、じゃあ今まで当たりすぎてて、ね、ちょっと気持ち悪かったね。神がかってたもんね。そうそうそう、いやだから神がかってるんだ、だって始まってきてんのにさ、うん、当たってたりとかね。そうそうそう、そう、そういうのはできるよね。まあ曲が少ないからな。まあそれもあるあ違う、あ違ういや、あの限られた楽曲の中からもうちょっと俺を立てるっていうのはないよ。いやありますよ。いやいや、ほら、はい、おなじみの曲からっていうことですね。そういうことですか、はい。ですね、ちょっとリクエストちょっといっぱい来てちょっと覚えておいてください、ね、どうしますか。ね、うん、笑顔さんのリクエスト、風の中で盾をやってみましょうかね、うん、まずね、岡山ね、笑顔さんのリクエスト、これはもう父親が亡くなった時のね、あの歌で、まあ、いろんな人が歌っていただいてます。すごく父も、もう二十数年前になりましたけどもですね、親父はすごくねちょっとファンキーな親父だったのね。あのそれ話したっけ、うん、もういいか。あの豆を持ってきた人、豆、そうそう、あのね、いきなりうちに横浜に行った時来てね、でそ の, あの泊まりに来たのよ、うん、でお土産にピスタチオ持ってきてこれは安すぎるって言ってね、銀杏を行ったもんだとか言ってるわけよ。ピスタチオ、俺もう酔っ払ってるからさ、あーそうねとか言いながら聞き流してたんだけど、で 2,3 日泊まって帰ったのよ、うん、そしたらお袋が電話あって、うん、あんたはあんたのとこ行っとったじゃないと、とか言うから来とったよとか言ったら、あの人ね、あの高速道路で事故を起こして車捨ててあんたのとこ逃げたとよ。そんなことできるの。何したっす。車どっか止めて、いやだから人身事故とそんじゃなくて自分でなんかあれしたんじゃない、故障したかな、そうそう、車、壁に車、うん、捨てて俺のとこに逃げてきたっていう。そういう親父でしたけどもね。風の中で立て、この街じゃ冷たい風が吹いていた、生まれたところもいつの日か知らない街になっていた、はいつ
つでも束の間に消えるもの悲しみはいつしか通り過ぎるもの恋愛はいつでも偶然でつかむことすらできなくて俺の体をすり抜けた風の中で立て道が険しくても
はい、江川さんのリクエストにお答えしました風の中で立て、はい、お届けしました。ということでね、ちょっと松下利美コーナー行こうよ。え、いや、いや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 、これまだあります。いや、え、これあと、うん、それはいいですよ。だって、あの、忘れそうだからさ、うん、あの前にね、何度も何度もリクエスト、ライブの時もよくリクエストされるんだけど、はいはい、たけしができないんだこれ。何が？いや、あの、それは言われた。いや、できないってやったことないから。そう、やったことないから、ごめんなさい。もうそういうこと言うと、いやいや、あの、ライブやってくれなかったカノさん、ひどいなとか言う。いやいや、今今日バントがね、バント、だからライブなかなかできないのよ。うん、ラジオだとほら、あの、やったことがないっていうだけで、たまにあるじゃない。そうですね、そうそう、ライブだといきなり、だから、いや、いきなりはできない。いきなりはちょっとね、それは難しいよね。これちょっとロックンロールで今度やるからね。は、どうやってやるの、ロックンロールで、うん、ひばりさん、これよくねリクエストいただいてですね、ちょっと待って、ないな、うん、ひばりさんの歌ですね、これ愛さんさん、ちょっと待って、ないです。愛さんざんだったら僕してきましたけど。え、さんざんの愛みたいな。さんざんの愛、逆に読むとなんか怖いね。はいはい、ありました、いきますか。はいはい、
ということで松下俊美が歌いました愛さんさん、はい、ありがとうございました。うん、まあ、まあよくね言いましたけども、あのひばりさんとかのね、あのご縁がいろいろ松下さんもありましてですね、はい、あのまあ、で割とひばりさんの歌を歌うことが多いですよね。生歌を聴きながらでもあなたずっと覚えてきたんでしょ。ひばりさんファンでもなかったわけでしょ、ずっとスタッフ、うん、最初の出会いは ね、やっぱりスタッフだったから全国歩いたっていうからね、その全国歩いたっていうとなんか追っかけみたいだけど、ね、いやいや、あのスタッフとして仕事でね同行してたわけでしょ。そうだね、最初のだって武道館とかはもう、うん、最初の仕事は武道館、武道館はねゴム印全部押したらしいよ、チケット1枚ずつ、ね、1万枚とか、しかも何も、え、何に入んだっけ、1万5000枚ぐらいかな、うん、それでしかもね東西南北あるじゃないですか、うん、あれをやっぱ一つずつやるもうゴムで輪ゴムでこうやってね、もう原始的ですよね。あ、昔はほらチケットってその人の写真入りのさ豪華なチケットだったでしょ、うん、今はほら今はあのパソコンでさ、うん、作っちゃうけど、昔は手作りだったのね、手作り、ね、印刷でね、ものすごいあのそういうものもね、そうそう、それを作ったのが最初の仕事、うんうん、でも圧倒されたっていうのが第一印象ですよね、歌を、うん、その生の迫力、うん、ステージの凄さ、あこれがやっぱプロなんだなと思って、うんうん、あすごい世界だなと、で大体もう決ま、あのそのツアーは決まってくるんでしょ、演出とかが、あ今年 の曲目っていうのは、まあ、1年通してこのやるんですよね、ああ決まってね、で全国行くから、で次の年はこの楽曲でっていう、なるほどね、うん、そうじゃないとちょこちょこ変えられないですよ、うん、でお客様もなんかもう掛け声入るとか決まってんだ、決まってます、どこで入るんだもうファンクラブがいらっしゃいますからね、うん、何万人も、うんうんうん、どこでってあの歌ってるとすぐ分かりますよ、こう例えばここで、例えばリンゴ岩けだとってあれがありますね、うん、って言ってこうひばりちゃんとか声がこうかかるわけよかかるんだね、うん、リンゴとかやると、うん、もう最初から言う人もいるけどちょっとトンチがないとかね、あそうでもそうそう、まあ、愛の手というかね、そんな感じで入れてくるんで、ね、エンディングはもうバーンと盛り上がる、もうエンディングはね鳥肌が毎回立つの、うん、もうなんかね素晴らしい、どこら辺でやるの、どこら辺、うん、いやいや、この掛け声とか、もう私たちはエンディングが始まるともうほら片付けて、片付けしてんだ行かなきゃいけないんだけどやっぱちりやーだ、もうそろそろ出るっていうね、補助が出るからみんながこう見送りに出るわけ、はいはいはい、みんな並んで、そう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 、そう、あの人生一流とかいろいろエンディングを歌う曲もその年によって違うんだけど、うん、まあ すごい演出ですよね、なるほどね、うん、それだからあの人生一流ってすごいノリがいいの、それバンドで歌いたいんです、たかたかのあれでしょ、ぶ歌いたいんだけど、うん、それ歌っちゃうと私のショーで今日ありがとうみたいなんだから金尾さんなではそれは無理、アンコールで人生一流松下に歌えるから私が今日はそこで持っていっちゃう、今日私のライブに来ていただいてありがとうみたいになっちゃうからそれはできないです、一度決めたらじゃたた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 たすごいテンポがあって あれバンドでやると面白いんですけど、ぶち壊しなるからやめます。カナオさんのライブでね。いやいや、いいんだよな、それのなんか。やってもいい、うん、じゃあ。うん、一度ぐらい。ちょっとアレンジ変えてね。うん、まあね、アレンジあげれば。うん。そのね。ということでね、はいはい、ちょっとリクエスト他にあった、なんか。
ありましたよ、スティルアイラビュー、もあ、それはさっきの江川さんで、江川さんの、あ、ももちゃんはオンユアサイド、オンユアサイドあったね、オンユアサイドやっとこう、やっとこうって何それ忘れそうになるからさ、やりましょう、娘の歌ですね、オンユアサイド。ということで、ももさんのリクエストの答えしました、オンニアサイド。ちょっと時間がね、なくなってしまいましたけども、アトランタのストームさんのリクエストで今日おしまいにします。あ、そうなの、うん、やんないね。それはちょっとできない。リクエスト中心に行きます。ちょっと新しい曲やろうと思ったんだけど、
あのリクエストね、うん、あの不良少年のおすすめをちょっとね、あのテレビの前の、あ、テレビじゃない、ラジオの前のテレビ、ラジオテレビになってるお客さんも振り、まあね、振りがありますんでね、振りやるんですか、うん、覚えて振りは行きますよ、はいはい、じゃあアトランタの津田隆さんのリクエストをご対象に不良中年のすすめ、はいはい、1,2,3,4 ということで不良中年のすすめというね、あの外で見てる見て聞いてくれてる人はもう大笑いしましたけども、ね、立ち上がるとこがねいいよね。立ち上がりますからね。ちょ邪魔でしょ。でもねラジオ局でこんな大騒ぎしてるのもうあれよ。ねえこのコロナ禍の中で、うん、まあ今落ち着いてるからね、うん、ちょっとね時間があの残りましたので、桜田くんライブスケジュールちょっと言って、今日なんですけど、はい、あ今日かそう今日ね野毛スモーキーさんで塚さんと桜田、うん、頑張ってね。明日が学芸大学で、うん、塚さんと桜田と、高橋大輔 T スリーブのジョイントです。おうおうおう、はい、あ、学芸大学メイプルハウスさんね。メイプルハウス、はい、はい、以上です、うん、はい、ということでね、明日はハイダウェイ行きます。明日ハイダウェイね、はい、あのハイダウェイ、バンドです、バンドやりますね、はい、あと何、11日が横須賀の横須賀ロックフェスティバルっていうのがあって、なんか会場でね、スカロックっていうね、うん、会場が割とね400人ぐらい入る会場で、あ、でかいっすね、うん、で5バンドぐらい出るんだけど、あのまあ、8時前ぐらいからやります。7時50分私たち出演します。スカロックフェスティバルかな、カナオ商店で伺います。カナオ商店ね
ということでね、はい、あっという間の1時間でしたけども、はい、あの楽しいね、またね、金玉もね、久しぶりだね、金玉ですからね、ちょっとこれローマ字よくした方がいいかもしれない、そう間違えて、あのいや金玉大好きって言われて、金濁らないと濁っちゃう、まずね、あのほらうまいけど、いや濁ったつもりがそうなってない場合もあるじゃない、こうね、字間違いローマ字よくした方がいい、ということでね、金玉でした、はい、また来週お会いいたしましょう。来週のゲストは中島彩香さんですね、はい、若い女性ですね、お楽しみいただきたいと思います。はい、お相手は、はい、松下俊美、はい、桜田武史と金尾芳郎でございました。はい、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。